積もる、何にも見えない。さて今回からプリン作りを始めるわけなんだけど、お料理界隈では初になるのかな？よくポケモンとかマイクラで見るような、シリーズ形式で投稿していくわよ。ルールとかはあるんですか？ルールと呼べるほどのものはないわね。タイトル通り私の理想を追求していくだけよ。それじゃ早速材料紹介へ。今回はシリーズ最初ってことで、それはそれは普通のプリンを作るわよ。グラニュー糖 40g、 牛乳 270ml、 卵2個、これを普通のプリンとしてのベースにするわね。カラメルの材料はないんですか？カラメル作らないんだからあるわけないじゃない。まあ、あんで作らないのが当然みたいな言い方なんですか？まずは本体から作りたいじゃない。いずれそのプリンに合うカラメルも作ると思うわよ。材料紹介も終わったし作っていこっか。そういえばシリーズをするにあたって謝らなくちゃいけないことがあるのよね。動画が一辺倒になることですかね？その通りよ。結構似た感じの動画になっちゃうのは申し訳ないと思いつつも逃れられないのよ。材料は分量とかが違うからいいけど、手順はどうしてもね。そういえば今回は全卵で作るわね。そして体取りは安定ですね。後でコスト気に勝手になくなってくれるんだけど、抜けきれない癖が出てたわね。今回は泡が立つとかあまり気にせずに混ぜてるんだけど、泡立てないようにすると口当たりに変化があるらしいのよね。それぞれ極端に作って比べてみると良さそうですね。今回どっちも中途半端になってるから、次回はその違いでもいいわね。というかコスのに泡立てって関係あるのかしらね。卵に溶け込むとかそういう感じじゃないですかね。そんな感じなのかしらね。とりあえず物は試しって感じね。それじゃ卵を混ぜ終わったから牛乳と合わせるわよ。分ける必要もなさそうだし、全部一気に入れちゃうわね。砂糖も一気に入れちゃおっか。これも分ける必要なさそうですね。それじゃ混ざったと思うし、一回こしてからココットに入れるわよ。まあ、あんで茶こしなんですか。大きいの持ってること忘れてたわ。スイートポテトの時しっかり使ってたのに。こせれば何でもいいのよ。あとはこれをココットに入れて、フライパンで蒸し煮とかいうかなんというかをしていくわよ。まるで意味がわかりません。見ればきっとわかるわよ。オーブンで湯煎焼きしても OK よ。余熱とか温度はどのくらいです？140度とか160度で数十分くらいじゃない？すっごくアバウトなのわかって言ってます。とりあえず140度で様子見ながらやるといいわよ。あんまり温度が高いと酢が入っちゃうからね。分量を均等にしたら、いよいよフライパンで固めていくわよ。気になる泡があったらこのタイミングで取り除いちゃってね。まず布巾を敷いたら、その上にプリンをすべて並べてね。少し斜めのフライパンもあるから、布巾の厚みで高さ調節してね。その中に熱湯をココットの高さの半分くらい注ぐわよ。注いだら蓋をして、弱火で15から20分くらい加熱するわよ。固まったなーって感じたら、火を止めて10分くらい蒸してね。それじゃあ加熱終え。今のいります？やってみたかっただけだから許して。酢がほとんど入ってなくて綺麗にできたわね。プルプルしてていい感じですね。あとは粗熱を取って冷蔵庫で冷やしたら完成よ。それじゃ冷えたからサムネだけ取って食べよっか。もうそろそろいいですか？もう大丈夫よ。ありがとね。それじゃいただきまーす。ザ・プリンって感じですね。これを基準にいろいろ作っていくわよ。次回は生クリームを増やして泡立ての比較をするわよ。また気が向いたら見に来てね。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価などよろしくお願いします。それではまた次回の動画で。